茨城ダービーとは、茨城県にホームタウンを置く、日本プロサッカーリーグのチーム、鹿島アントラーズとミトホーリーホックが対戦する、ダービーマッチの故障である。1993年の J リーグ発足当初から、J1 に残留し続けている鹿島と2000年に、J2 へ参加して以降 J1 へ昇格したことがない。ミトは、J リーグ公式戦で対戦したことは現在までない。 しかし2004年11月13日の茨城県民の日に天皇杯4回戦にて公式戦初の茨城ダービーが実現。この時に大観衆を集めたことをきっかけに翌年からプレシーズンマッチとして茨城サッカーフェスティバルが開催されている。なお、2014年2月15日に KS スタジアムで開催される予定だった茨城サッカーフェスティバルは 前日の積雪の影響で中止、翌日に鹿島のクラブハウスグラウンドで練習試合として行われた。また、2021年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止になり、2月21日に鹿島スタジアムで無観客での練習試合が行われた。これまで公式戦では天皇杯のみの対戦が3度ある。2004年、2007年の対戦では、 鹿島が勝利したが、2015年には PK 戦となり、PK 戦はミトが3の2で制した。鹿島、2勝1敗ミト、1勝2敗、茨城サッカーフェスティバルでの戦績は、当該項目を参照。ありがとうございます。